はい、どうも、のぶきっくすこと千田信之です。おはようございます、こんにちは、こんばんはの方、いろいろな方いらっしゃると思います。今ね、僕は昨日からファスティング中、プチ断食を行ってるんですが、皆さんプチ断食ってしたことあります？結構ねきついです結構きついんですけど、僕の場合はプチ断食をするときに、まあ水分は多く取るようにしてるんですが、ご飯の代わりにこれを取るようにしてます。じゃん、野菜1日これ1杯、だいたいちっちゃいやつがねコンビニで売ってるんですけど、野菜1日これ1本でだいたい売ってるんですが、僕はこれ最近スーパーで買ってきて、実はね、じゃん、3本まとめ買いしてます。結構ね、これ1本で250円ぐらいするんで、まあ結構いいお値段はするんですが、まあでもね、食物繊維とか栄養とか、まあある程度のそのカロリーとかもね補助できますんで、コップ1杯ね飲みながらお腹空いたらこれ飲んで、でね、ダイエットの補助になる。大体2日ぐらい、今日もう1日は終わってるんで、あと1日これを飲んでファスティング、プチ断食を成功させれば、ある程度また体重がぐっと落ちると思うんで、そこからまたおかゆなり食べて、で野菜中心に食生活を送って、で運動すれば、どんどんまたねスリムにちょっと痩せてくると思いますんで、楽しみですね。今日は僕がいつも飲んでる野菜1日これ1杯、これね、野菜ジュースが苦手な方は結構ねきついかもしれないです。トマトジュースが結構メインで来てて、トマトジュース苦手な方は飲みにくいかもしれないんですが、まあいろんなね、かごめさんから出てるいろんな野菜ジュースもありますので、まあ好きなもの、飲みやすいもの飲んだらいいんじゃないかと思います。でこれをね、手軽にバランスよく30品目の野菜を取れますよっていう、野菜1日これ1杯のご紹介でした。だいたいコップ1杯ね 350g 分使用していますよっていう、結構お得な感じな、お野菜取れてない方はこちらおすすめしていますので、お皆さんも飲んでみてください。では本日の紹介はこちら、野菜1日これ1杯でした。じゃあまた。